サタンナイトフィーバー、サタンアンデギー。今夜もスタートしました、ベイ FM サタンナイトフィーバー、パーソナリティサタンナギーの山田慎太郎です。松岡拓也です。森でーす。さあ始まりました、サタンナイトフィーバー。今日はいきなりですが、重要なインフォメーションからいきましょう。なんとサタンナギー8枚目のシングルリリース決定しました。タイトルは何ですか？ニューシングルのタイトルは一つ一粒でーす。一つ一粒、イエーイ。さあ、どんな曲になりそうですか、これは？いやー、これはね、まあバラードです。バラードですね。バラード、でもね、歌詞が結構ね、切ないんですよね。そう、切ない、結構切ない。僕らもちょうど最近レコーディングしまして、皆様に聴かせるのが楽しみでおります。さあ、タクタクさん、このニューシングルの一つ一粒のリリースはいつですか？ニューシングル一つ一粒は11月21日リリースでーす。はい。皆さんリリース日よね。1121ということですね。忘れないでください。なんか言い覚え方ないかな。いいに。いいに。いい兄ちゃん。いいに。あ、いい兄ちゃん。いい兄ちゃん。いい兄ちゃんの日でーす。はい。11月21日ですね。うん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一度言います。11月21日でおります。はい。おります。はい、はいはい。ではね、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。もちろん、この番組でリリースに先駆けてオンエアしますので、待っててください。はい。ということでですね、重要なお知らせスタートしました。ここで一曲お届けします。サータンダギで、ガーリーライディ。Bay FM 78 サタンナイトフィーバー。サータンアンダギー。ベイ FM からあなたにお届け、サタンナイトフィーバー。ここからはこのコーナーをやりたいと思います。題して、松岡拓也で妄想するかい。さあさあさあ、来たね、これね。このコーナーはね、数々の舞台を経験する俳優でもある、タクちゃんがリスナーの妄想を巧みに演技して行うというコーナーです。タクちゃんにとっても非常に勉強になるコーナーです。はい、ありがたいです、ね。前回の妄想する回は最高だったという感想メールも多くいただいているので、今日もね、リスナーさんからね、届いてる妄想メールをあるのでご紹介しましょう。はい。ラジオネーム、ダブルピースレイナさんです。はい。はい。これはね、設定がありますので、それではよろしく、はい、言います。タイトルは、前株のサーターアンダギー総務課、ちなみに役は森さん入社2年目の社員、山田さん気難しい部長、松岡さんツンデレな先輩、はい、物語は部長にこっぴどく叱られ落ち込んでいるところにツンデレな松岡先輩が現れてです。リアリティ満載にお願いします、はい、ということでじゃあね、早速行きましょう。はい、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、僕は2年目ですね。はいはい。さあでは行きましょう。よーい。すいません部長。ちょっと何やってるのよあなた。ラードと石油を間違えました。あなたラードと石油間違えた、それあなた砂糖と小麦粉とラードってチーズ粉じゃないの。すいません、石油間違えた、石油すいません、あなたちょっと食べれないじゃないの。いやでもあなたね、私が一つだけ言いたいことあるのよ。私がね、一つだけ言いたいこと、今日私誰も言ってなかった、ショーパンツなの。部長、私もです。私今日みんなに言ってなかったけど、初めてティーバー書いたのよ。部長、私右のお尻の方にお出来があるの言ってなかったね。部長、私もです。部長、私もです。お出来、すいません。せっかく今日松岡君とのデートだってお出来があるの恥ずかしかったんだけど、今帰ってきたのよ。本当は今座ってるのも痛いのよ。部長、すいません、ごめんなさい、本当にすいませんでした。部長、本当にもうあなた何やってるの。森子、怒られちゃったわ。森子。あ、松岡君。何？そうやってさ、いつも一人でうじうじしてるんじゃなくてさ、俺は頼ってこいよ。松岡くん！おい、でも許しちゃうよ。松岡くんこんなこと言うんだって許しちゃうよ。松岡くん、私今日 T ばっかりの。おい、山田。はい。はい。はい。おでき見せてみろ。何
これ。何これ。なんじゃこりゃ。ちょっと待って。これさ、俺いつ入ればいいかわからなくてさ。じゃあ、いや、俺もね、あの、部長がなんか、部長が、あの、怒るとかじゃなくて、なんか変な方向に走り出したからさ、ほんで話が急に変わってきて、急になんか松岡くん、松岡くんって。そう、松岡くんって言ってくれたから俺入れた。よくわからんかよ、ね。いや、でも面白い、これ、やばい。どうでした、今回は。いや、面白かった。これ、まあ、ファンの人が言ってたんですけど、僕のコメントとかで。うん、いや、なんか、松岡拓也で妄想するかじゃなくて、うん、ファンの腹筋を壊すかいって言ってました。じゃそれぐらい今回はでもあんまりやったな。いや面白いですよ今回も。ちょっと今回また感想をね、自分の中ではなんかあんまりこうしっくりこなかったんだよ。イベントでもさ、いろいろなんかやってるでしょ、なんか、はい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 、軽いミニコントとかで。森ちゃんがさ、例えばこの前なんかチンスコカニバル歌ったっつって、はい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 、あれがもしかしたらどうにかなるかもしれないね。配信とかってことですか。うん、お、それはね、どんどん増えるかもしれないよ。そういうなんか ね、 なんかね、作っていきたいですね、うん、そうね。だからこのタクちゃんの新しいコーナーで松岡拓也で妄想する会にもっともっとメールをお待ちしております。山子、森っ子だけではなく、いろんなキャラクター演じられますので自由に送ってきてほしいです。リアルな場所、設定、学校とか前回のバーとかでも入ってくれるとよりリアルに演じますのでよろしくお願いします、うん、メールはこちら、サーターアットマークベイ FM.co.jp までです。サーターアットマークベイ FM.co.jp までです。お待ちしております。はい、お願いします。Bay FM 78 Satan Night Fever. Satan.